あのー、まあ。 あの日本ってね、あのその金持ちを、ね、松浦さんも言ってましたけど、追い出したいんですよね、追い出したいんですよ、金持ちをどん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 いじめて、金持ちを外国に追い出したいんですよ、で、なんでそういうことをするかっていうと、僕が思うのは、やっぱりこの国の政治、選挙、そういうね、仕組みがダメなんだと思ってます、はい、えっ、ー、と、やっぱりね、政治家になるには、国民の皆さんから票をもらわないといけないですよね、票をね、もらわないといけないです、票をもらわないといけないですよね、票を入れてもらわないといけないですよ、はい、票をもらわない、入れてもらわないといけないんですけど、 どうやったら票をたくさん入れてもらえるかというと、ですねやっぱり世の中の多くの人が残念ながらお金がない人が多いです、えー、お金持ちってやっぱり少ないです、なので、えー、お金がない人低所、低所得者の人に寄り添うような発言、政策をすれば、やっぱり票って,入,って入りやすくなるんですよ、支持されやすくなるんですよ、あの政治家でね、お金持ちを、ね、支持するような、ね、政治家って、僕、あんまり見たことないんですよね。うん とというところから来てますでその結果ね、結局ね、全部自分たちに幸せが来るんです。これ、なんでかっていうと,、えー、と、お金持ちはどん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 外国に逃げます。もう日本で起業したいって人ってやっぱり減ると思うんですよね。ここからさらに厳しい締めつけすると、日本で起業するのってバカらしいんですよ。割に合わないんですよ。起業っていろんな人の家族を背負ったりとか、いろんな、ね、苦労をしてやるもんですから、こんな国で起業するメリットがないんですよね。リスクリターンが合わないんですよ。だから起業家が減ります。そうすると、日本の国際競争力が損なわれて、そして日本のね、財源が どん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 少なくなっていって、えーと、お金を稼ぐ人がいない、納税する人が減りますよ、お,お金持ちが減る、ど誰に幸せが来ると思いますか、皆さんですよ、皆さん、国民の皆さん、僕たち国民にね、あの幸せが来るんですよ、結果的に。だからね、お金持ちをね叩いてね、いじめて楽しいのかもしれないけども、結局それが自分たちに回り回ってくるってことを、世の中のね、多くの人は気づいてるんですよ、うん、頭が良くない人ばかなんで、この国はね。うん